よーみんなーお疲れ様です。みべです。本日はね、エキサイティングの千賀さん使っていきたいと思います。はい、ということでこちらの千賀さんですね、去年のシリーズ2のね、千賀さんからね、継承していきましたと。まあ、正直言っちゃうと、通常版の千賀さんの方が強いです。なぜかっていうと、まあ、もうみんな知ってるかな？第3特殊能力、白熱がね、対ピンチから変わってるんですよね。やっぱりね、対ピンチがついてると、ワンアクセントつくんですよね。例えて言うと、うな重に山椒、おでんにからし、寿司にわさび、なんといっても、うどんに七味ぐらいの感覚です。ちなみに言います。これ調べるのに12分かかりました。アホだよね。お腹空いてきたな。一回やめようかな。ちょっとね、避けるチーズ食べてきましたと。まあ、やっぱりね、対ピンチがついた千賀さんの方がね、強いと思うんだけどね、ついてない千賀さんでもね、十分強いんじゃないかなと思っていますので、試していきたいと思います。あとね、スプリームのね、使いどこっていうのも探っていきたいと思います。それじゃあ行きましょう。それじゃあね、ちょこちょこ打っていきましょうか。正直言うと最近ね、全然打てないっていう悩みがあるんですよね。この打率も今4割6分あったじゃん。でもね、結構前にたくさん打っただけで、ここ最近5試合ぐらいね、多分2割ぐらいだと思う打率。そこをね、ちゃんと打っていきたい。リアル起動杯とかもあるしね。お、入るんだそれ。おい、いやー、危ねえ。そうか、引っ張り警戒だったか。さあ、ここでマキさん、なーにちょっとマキ君ね、めっちゃ打ちやすいはずなんだけど、なんかね、打てないんよね。ていうか、そもそも打てないんよね。カズマ、岡本、行こうぜ。オッケー。そう、これも流した方が絶対いいんだけどね、あんまりお手本じゃないね、この今のバッティングは。ちゃんと外は流すようにしないと、打率はね、上がっていかないんだよね。いや、もう最悪だわ。もういいか、ブレ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 だし。さあ、クサッペやっていくよ。このスクリームをどこに入れるか問題だよね。まあ、とりあえずまずツーシームで攻めていこうか。ツーシーム攻めの意識させのスプリームでいくか。あまり打たないでほしいな。あまり打たないでほしいな。よしよしよし。いつものね、ツーシームのとこにスプリーム。どうこれ。わーお。まあ今のは失敗だったと。そんな初球で捉えられることある？あれ、草っぺうまい。さあ、もう一球じゃスプリーム行こうか。ツーシーム投げたところにスプリーム。おお、インコースが正解だったかもしれん。これはカウント取れるね、これ。あ、オッケーオッケー、インコースじゃない。スプリームの正解はインコースっていう仮説ができたね、今。ちょっとストレートも投げていくか。スプリーム結構意識してんじゃないかな。ツーシーム攻めるか。つまれ。オッケー、いいんじゃない。ちょっと。誰だ誰だ、ここで画面閉じようとして。ちょっと待ってくれ。確かに寒かった、今のは。確かに寒かったけど、まだね、まだ温まってない状況だから。久々に聞いたぞ、ちょっとは。それもちょっと失礼だけどね。90時間はマジか。市川さん、ほんと苦手なんよね。てか、強すぎない、シンプルに。苦手以前の問題にみんな受けてんのこれ。ストレート、ツーシームってきたら、ストレートだよな。違う。まあまあ、スプリットだったら対応できるからいいんだけど。おー、危ね。危ね。トゥーかな、トゥースイム狙うか。おー、わずかに外れてボール。フルカウントです。それは、おお、打球班の神。抜けるでしょそれ。いや、もうきつい。いや、こうなるとスプリーム投げるの怖いな。ちょ、フォークで四つ目いくわ。頼む頼む。おお、取れるよね。ツーシームツーシーム、よしよしよし。スプリームだいぶ頭にあるね。スプリームがまだ頭にあると信じてツーシームをひたすら投げ込もう。どう？もう慣れてきたかな？じゃあスプリームいくか。どう？よし。おー、まあ振らないか。超広角が出てんのね。怖いなぁ。ツーシームここで。様子見。でね、結構ね、この縦スラ効きますよ、これ。
ココイチでの縦スラね。ほら、もう一丁いっちゃうか。結構ね、速い球意識してるとね、縦スラがね、手出ちゃうんだよね。ほい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 、いい感じに配信できてるんじゃないですか。さあ、丸さん行こう。三角でも×でもなく丸さん。ほい、でここまでね、ストレート捉えられると多分トゥースゲームで来ると思うんで、トゥースゲーム狙います。最悪です、危なかったです。今当たってたら完全に内野フライでしたね。もう最悪だ、ストレートゴリ押しだな。ストレート狙うか。ツーシームなんだよね。ツーシームかと思った。うわ、もう分かんない、頭の中ぐちゃぐちゃだわ。ミキサー状態、表現がちょっとグロテスクです。危ね、あれ今さ、上がり、やっぱり上がり幅がないと思ったら体力切れてたんだね。いいよ、広角出たよ。そして相手は対ピンチが出ない。チャーンスの時間です。ごめんなさい、千鳥大好きなんでチャンスの時間が出ちゃいましたね、アベバで。本当に最も悪いと書いて最悪です。そこまでではない、マジか。いやー、厳しい状態になった。じゃあフォークでいくか。バントの構えしてるなら、バントの構えやめたね。いや、バント、いや、どっちやねん。惑わす作戦、うまい。いや、マジ怖い。前進守備のままでいいか。何投げようかな。ちょ、スロスラ1球いってみて。あー、そういう系ね。しゃあない、これはしゃあないわ。それまで点取らなかったら自分が悪い、そう思う。だけど一言言わせてください、それはないよ。さあ2試合目やっていこうか。お相手も千賀さんだね。さあ先行と、やっぱね、千賀さんはトゥースイムですね。狙いはナイスパッチ。打っといてなんだけどさ、今の中途半端のこういう一番下まで下げなくていいフォークって打ちづらいよね。もうオッケー、俺の負けはシングラーです。さあタイピンチが出た。やっぱタイピンチが出るとね、一個ね、アクセントがつくよね。ナイバッチ。いや、頼む頼む、マジで頼む、戻ってきてくれ、お願いだよ。何かの間違いだろ、戻ってきてくれ。相手がネットワークに復帰中、しばらくお待ちください。カモンカモンカモン。この表示初めて見たな。え、復帰後投球前の状態に戻して再起し、え、今のなしは打席には 3… はぁ、ちょっと待って、はぁ、おいおいおい、こんなの初めてなんだけど。え、ひどくないこれ。これが2球目。え、待って、時間、え、おい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 、え、なにこれ、え、いや、マジかよ、ふざ、え、ごめんごめん、ちょっとね、言葉汚くなりそうになった。え、これあり、いや、ごめんごめん、言葉汚かったわ。ふざけてんじゃないわよ、あなた。これさ、本当にただの通信障害なのかな、それともさ、疑いたくはないけどさ、ちょっとチートではないよね。そんだったら毎回やるもんね。なんだろうね。おい、あーと、怒りのスプリーム行く、怒りのスプリーム。おい、ツーシーム狙ってんの、やっぱインコースが正解なんだね、スプリームの使い方は。で、最後にツーシームを持ってくると、キャモンキャモンキャモン。おお、普通に打たれる。はい、オッケー。お相手もランカーで5割近くあったからうまいはずなんだよ。で、このスプリームが通じたらね、有効なたまたまであると思ってますね。なんかたまってさ、1個さ、つなげただけで非売になるね。ごめんね、小学生で頭の中ね、お花畑なんですよ。おう、はい、オッケー。頭おかしくなるわ。いや、ボールか。いやー、たった3球とか言うなよ。いや、もうたった4球だよ。よし、やっていこう。これ負けたらマジで、負けたらマジで携帯投げるわ。んー、ナイス。ここでまずツーシーム見せつけの、わお、マジでスクリームが投げづらくなったわ。よし、ナイス。かなり速い球狙ってんね。超絶怖いな。スクリーン、この外角に行ってみる。これ結構面白いんじゃない。見たね、家政婦の見ただね。
いやー、うまいけどヒットか。イライラがたまります。ここで決めたいですよね。あぶねーあぶねー、普通にそこやめてくれ。抜けフォークは縦スライクか。三振狙います。三振かも。ストレートで詰まれ。スプリームはもう投げれない、怖くて。スプリーム行きます。スプリームで行こい。スプリームで3、よーし、めちゃめちゃ有効、めっちゃいい。今の取れ高最高、マックス超えました。 140% ぐらい超えました。これが1球目。 140%、 よーしよしよし。はは、はー、今回ご視聴いただきありがとうございました。もしよろしかったらね、チャンネル登録、高評価、コメントいただけたら嬉しいです。それではまたね。